きまして、2009年の日本ダービーを4馬身差で圧勝、最優秀3歳馬のタイトルを獲得しましたロジユニバースを紹介いたします。父は2003年の皐月賞とダービーの2冠を制し、守護馬としても成果を収めておりますネオユニバース、母アコースティックス、母の父はケープクロスでございます。現役時はデビュー戦となった芝 1800m の2歳新馬戦を解消すると、スズク G3 札幌2歳ステークス、G3 ラジオ日経杯2歳ステークスを瞬く間に制して、デビュー以来無傷の3連勝とし、翌年のクラシック本命の座につきました。明けて3歳初戦の G2 弥生賞も解消し、連勝を4とすると、3回初戦の皐月賞では同じニューユニバース産地のアンライワールドに先着を許すことになりましたが、東京芝 2400m の日本ダービーでは他を許さない圧倒的な勝利で、特の3年サイエンス基地ニューユニバースが続く8回続けてのダービー制覇となりました。しかし以降は客不安に悩まされ、懸命に復帰を目指すも本調子でレースに使われることができずに引退となり、一昨年よりトースタリスで経営をしております。父のネオユニバースは本馬のほかに、日本馬として初めてドバイワールドカップを制しましたビクトアルピサを輩出するサンデーサイレンス直視の成功志望であります。またブルドミアサイヤーには昨年のヨーロッパの年度代表馬ゴールデンホーンを送り出した世界的名種馬ケープクロスが入り、大舞台での底力に大きな影響を与えております。まあ、そのニューユニバースですが、本年の後輩用は昨年同様受胎条件の50万円でございます。ぜひ検討してください。よろしくお願いします。以上、ロジユニバースでございました。